皆さん、どこどもよろしくお願いします。ドラマ TK です。じゃあね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。ということでね、まあ、エーテル、前回ね、3つ。当然前回かな。でね、集め切ったんで、エーテル注入していきたいと思います。で、エーテル注入して、たぶんなんかボスティングそうな気がするんやけど。で、エーテル注入したよ。注入して、さて、どこが動く？あそこ、あ、壁動くのね。壁動くのね。どこの壁？あ、ここの壁ね。この上。この上に行こう。と思ってたら、なんかある。戦う。我が主のもとへ行くための証を立てる。証？証？こやつは賢者様が置いたガーディアンだ。へぇ。押し通ろうとした者に襲いかかるようにコマンドが下されている。じゃあ、戦って倒さないと先に進めないってこと？ああ。だが、私は賢者様の弟子なので、名乗るだけで通してくれるようになっている。あ、そうなん？へぇ。賢者の弟子なんだ。すごいじゃん、ライガのおっさん。すごいじゃん、もう。早く名乗ってみてよ、ライガ。御意、オーディンよ、ここを通してもらおうか。我が主のもとへ行くための証を立てよ。我が名はライガ。ん？そのような弟子はおらぬ。なに？ちょっとライガ、どういうことよ。いえ、私にもさっぱり。やばい、襲ってくるぞ。ちょっと。我が主の安寧を妨げる不忠の輩へ成敗してくれ。何？どうなってんの？ライガー弟子剥奪されてるっぽいけど。どうかさんかな。うわ、なんかいっぱい出てきたよ。さあな、最初はもう適当にやっていこう。よし、いいね、いい感じ。おー、そう、どうだ。あ、いけるっぽいぞ。これはオートでいけるっぽいぞ。痛い。でも痛いよ。おさえ、どうだ。よーし、よし、終わった。ザクは終わった。よっしゃ、ナイス。おい、よし、おい、危ない。今はちょいとこっちをやっていこう。これ HP、 でメガキュアダンスにしといて、ここでこれルナティックダンス、これ何なんこれ。全ての敵に自慢の早打ちをお見舞いする。これやっていこう。これできない。メガフレアウェーブしか打たれへん。どうしよう、まあこれしていくか。死にもする。よっしゃ、ナイス。ほら、やっと元気出たぜ。どうだ、ルナティックダンス逃がさない。皆さんで言う750か。なるほど。ああ、結構、あ、いい感じ。ああ、もうそういうのいらんから。よっしゃ、ナイス。何？よし、ああ、相手が回復。なんか昇天した。昇天してる。どうだ、よいしょ、よいしょ、はい、あー、6.28。おー、もう次で終わるぞ。何積んでないかよ。よいしょ、はい、終わった。はい、よーし、46,000、すごい。 SP もすごい。 OD カーも手に入れた。あ、ありがとう。ありがとうやろな。倒したのはいいけど、
ちょっとライガー、一体全体どういうことよ。一体全体どういうことよ。あなた、名乗れば襲わないって言ったじゃない。え、その私にも何が何やら皆目見当が。まったく、賢者の弟子とか言ってガセじゃないの、ライガーのおっさん。いや、私は本当に賢者様の。いいっていいって、ライガーさん、俺らの中で見え張ることないよ。アツマ、私は本当に、私は本当に、はいはい、分かったよ、ライガーさん。賢者の弟子なんて超すごいよな、ライガーさんは。うわ、アツマ、なんかライガーうち下に見てる。まあ、よい。頂上の庵で賢者様に会えば分かることだ。せやね、え、何どうなってんのやね、これ。ライガーと、ライガーなどという弟子はおらぬわって言われそうな気もせんでもないけど。頂上部来たで。え、何まだあんの、何まだあんの。ちょっと待って、それ。ちょっと待って、それ。え、どうすんの、え、どういくん。え、いや、何、向こうから降りていけということか。そういうことか。こっち行かれんのかなって思って、なんとなくさ。あ、え、どっち行きゃいいんこれ。ちょっと、いろいろ雪とかあれ次やって。ちょいと、ちょっとお前さん、ちょいとお前さん、ちょっと行くとこなすぎて。あ、こいつか、あ、こいつか。え、こいつ、賢者様。ん、久方ぶりです、ライガーです。ん、誰だと。え、そうですから、ライガーです。ん、誰だと。賢者様の不肖の弟子、ライガーです。わしにそのような弟子はおらん。は、なんか怖い。わしにそのような弟子はおらんと言うておろうが。うわ、声響く。出ていけ。あ、はい。ああ、ライガさん、逃げちゃった。逃げちゃった。ほんとね。ていうか、これが賢者、なんか私のイメージと違うんだけど。だからイメージとかそういうのやめといた方がいいよ。ほら、あれだよ、あれ。常識にとらわれるな。常識に縛られるなってやつ。そうそう。ああ、なるほどね。おい、やっぱさ、何年もこんなところに暮らしてるとさ、偏屈になっちゃうのかもね。ちょっと、それも常識にとらわれるな。わかるかも。おい、あ、俺、なんだお前は。え、これ、ここでこれ来る、ここでこれ来る。俺は炎のエンチャンター、バーニングアツマです。炎のエンチャンター、バーニングアツマ。いや、賢者って可愛い。そうです。イメージが猛々しく燃える炎のように敵を撃つことから、この通り名が。暑苦しい、うせろ。はぁ、作るし。はうせろと言うておろうが。いいや、アツマ。アツマも逃げちゃったわ。っていうか、おっかな。これが賢者。おい、え、何。お前らも、うせろ。あたしたち、いようか。うせろ。でも、ケンちゃん、やばいやろ。うひゃー。カリンも、ユウギも、ちょっと。どうした、アツマ。カリンも、ユウギも、ケンちゃん、うせろー。ライガーが一番ダメージ食らってんじゃね。ちょっと、ライガー。あ、はい。なんなのよ、あれは。何と、
申されます。あなた本当に弟子なの？はい、一応は。一応なんや。どうしてあんなに怒ってるわけ？それは私に言われましても。あなたの師匠でしょ、なんとかしなさいよ。なんかカリンが怒ってるの見ても可愛く見えるわね。そうやね。うん、全然怖くない。あれ見た後やったらな。とにかくライガ、あなたがなんとかしなさい。せめて話ができる状況にしなさい。いいわね。うん、ギョ、いいね。うわ、ライガが、ライガが、ギョ、いいね。え、どうすんのよ、これ。どうすんのよ、これ。ねえ、ねえ、ねえ。あれ、ここ出てこへん。いや、力強すぎ、64個。うわ、すごっ。そんなに出てくるもん、普通。びっくりした、今。いや、なんか様子に出てきたら嬉しいかな、てか、なんかそこら辺出てきたら嬉しいかな、思ってさ。これ、なんとなく潰してんよ。なんでさっき64個も手に入れたん、俺。ああ、こじけたんや。なんで64個も手に入れることができたんかが不思議やねんけど。なんで他はなんで1個やのに、あれだ、なんであれだけ64個も。向こうにおるで。大丈夫？やっぱここ敵出てこんみたいね。ってことは、これで上行った方がいいんかな？ええやろ、ほんま。え、ちょっと待って、ええやろ、お前。え、どう行くん？え、どう行くん、まず。まずどっち行きゃいい？あ、なんか行けるとこあったけど。ひとまずもちょっと向こうも見てくるわ。と思ったらこっちから見れるか。あ、向こうっぽいやん。こっちも、ちょっと行ってみようか。行ったんな。行ったんな。転送掃除は機能してないようだ。墓守の村。墓守の村？いや、そこ行かなあかんのじゃん。そんな気してきた。そんな気してきたよ。ちょっと待って。うせろー言われたからな。怖いわ、ほんま。賢者。あ、ここ、寝室じゃね。え？え？何？どうすりゃいいんこれ。え？ちょっと待って。あ、話を聞いて。もらおう。金ってのえ、どうしたらいいんこれ。えー、また行かなあかんと。え？ちょっと待って。あ、それで話聞いてこっちに来るパターンかな。ちょっとほんまに、俺もちょっと気が動転してるわ。めっちゃ怒られたから。えぇってな。いやー、待って、マジで。ありか。もう一回、ちょっと、行ってみます？話す、ちょっと、怖い。あの、賢者様。ん？ライガーです。ご無沙汰いたしており。言い訳を聞こうか。言い訳？は？言い訳を聞こうか。その、一体何の言い訳を。ああ、ちょっと怖いな。わしの元を離れ、それ以来全く音沙汰もなく騎士団まで勝手に出奔したことの言い訳だ。うわあ、それは揺れてるよ、仮面が。しかも久方ぶりに戻ったと思ったら、あのような厄介事の種を持って帰ってきよってからに。からに。アツマの右腕のこと気づいていらっしゃるのですか。わしを誰だと思っておる。怖い。あのようなあからさまな危険物の存在に気づかぬわしと思い見くびると承知せぬぞ。申し訳ありませぬ。来てしまったものはもう仕方ない。他の者も連れてこい。よろしいので。さっさと戦火。おい、賢者。はい。ライガー。なんかこう、なんかこう、ちょっとした犬に成り下がってる。
どうした？で、で、と申されますと。察しろ。で、では、今までの経緯をかいつまんで説明いたします。聞こう。なるほど。クイーン・オブ・アイズを破壊し、そのトーヤとかいうガキを救うために奔走しておるわけか。さようでございます。わしに聞きたいのは、デビル・ゴーレムに融合した人間を生きたまま救い出す術といったところか。はい。あんた、トーヤを助ける方法を知ってんのか。お前、敬語を知っているか。うん、ここは言った方がいい。俺苦手な俺でもよくかなって思ってるぐらいから。トーヤを助ける方法を知っちゃったりなんかでございますでしょうか。ダメだこいつ。知らん。ああ、そんな、あんたの設定なら知ってるだろ普通。あんたの設定って。一度結びついた魔導器とデビルゴーレムを物理的に分離する術は存在しない。物理的にってことは精神的にってことはあるんかな。なぜなら奴らは自己の再構築能力を持っておるから。再構築。そうだ。奴らの体は破壊しても時間が経てばまた同じ形状に再構築される。要するに倒せないということ。この能力は奴らの常識外れな攻撃力よりも厄介で、倒せないからこそゴーレム王は長きにわたり続いたのだ。その再構築能力とデビルゴーレムと魔導器の結びつきって何の関係があるんだ。じゃなくですか。一度融合した魔導器は奴らの体の一部として認識される。へえ。なるほど。つまり魔導器も再構築の対象になるわけですね。そうだ。故に無理やり分離したところでまたすぐに取り込まれてしまう。じゃあどうすんの。分離させることなんてできないじゃない。再構築自体を無効化してしまえば分離することは可能だ。ああ、そういうことね。アツモの右腕を使うやり方がそうですね。そうだ。ただし、その右腕の本来の機能は吸収。右腕を使った場合、デビルゴーレムと魔導器のつながりを無効化するだけでなく、吸収の対象となるもののエーテルをも枯渇させてしまう。エーテルを全て吸い取られた場合、吸収の対象は活動を停止するだろう。つまり、死ぬのだ。そういうことだよね。前も言ってたよね。誰かゴーレムならば再びエーテルを吹き込めば蘇ることも可能だろうが、人間の体は不便にできているからな。ゴーレムのようにはいかん。どうした。どうよ。救う手段はない。ああ、ないな。せめて亡骸だけでも欲しければその右腕を使えばよい。そんな。ただまあ、お前らの話を聞いていて思いついたことがないわけでもない。みんなそうなんとおっしゃいますと。それはなんだこの揺れは。今日は厄介な客がよく来る日だな。厄介な客。ああ、この客はわしが招いた覚えはないな。お前らで好きに出迎えるがいい。何？どういうこと？わからん。だが、とりあえず外に出るぞ。外出るって？出たのはいいけど、一体さっきの地響きはどこから。うん、どこから。やはり恋を返すか。右腕が共鳴してる。嘘でしょ。あいつが来たっていうの。うん、来たんやろ。まあそんな気はしたよ、なんとなく。うん、まあなんとなくそんな気はしたけど、それ以前に
これどこ行ったらいいん？これどこ行ったらいいん？上？まさか頂上やから頂上に来るそのあれがさ、おおったやはりいたやはりいたやはりいたまさかなと思ったけどクイーンオブアイス、それにトウヤ、今日はあなたたちを招待するために伺った。招待？そうよ、私とトウヤの麗しき氷の城へのご招待。おいそれと入れる場所ではないのだ、光栄に思うもの。思うもんですか、いいんだ。あら、困ったわ。まあ、クリオバイス、なんかちょっと怖い。人の誘いを無限するものではなくて、ね、トウヤ。アツ、サングースの男から聞いただろ、僕の願いをさ。ああ、聞いた。あいつのデタラメをだ。デタラメ違うとは言うとね。デタラメなんかじゃないよ。僕は本心からクイーンと一緒にいるんだ。僕は自分より劣るゴミ虫どもと同列でいることを我慢ができなくなった。だから決めたんだ。クイーンの魔導機になるって。コウ先生、デビルゴーレムの魔導機になれるって聞いた時に鈍りました。ああ、僕はやはり選ばれた人間なんだって。アツマ、君みたいな落ちこぼれとは違うんだって。トウヤ、お前自分の言ってることが分かってんのか？分かってるさ。ロンドンシティも京都シティもジャンクシティも今に横浜と同じいてついた死の世界に変えてやる。だと止めたければその自慢の右腕でかかってきなよ。どうしたんだよ、あつま。ビビって動けないのかい？そうじゃないけどな。お前を殺すことなんて俺にはできない。だって無理だよ俺には。だってお前トウヤじゃんか。俺にはお前は殺せない。笑わせてくれ。こんな茶番だ。ここまでお膳立てしてあげているのになぜできない？トウヤ殺せないだと？ふざけるなよ、アツマ。君には僕を殺す義務があるんだ。なんか変やぞ、トウヤが。必死なトウヤ。素敵。でもこんな形じゃ、あなたが相手をする必要はない。ほら、おとなしくしていて、トウヤ。3匹？あ、3匹？そんなにおんの？まあ、しょうがない。よっしゃ。全然効かん。全然効かない。どうしよう。これどうしよう。痛い。痛い。ちょっと待って。よっしゃ。よっしゃい。どうだ？あかん。全然効かん、ほんま。え、嘘？マジめんどくさいタイプ。めんどくさいタイプやって、これ。ちょっと待って。
メガフレアウェーブ、ライガにメガブレイドはあかんやろ。メガスラッシュで、ここで、メガキュアランスに三つは、まあ無理か、あれは。メガイアロペインでいくか。なんか微妙にないんやな。マサ、ピッピキャッチャー、マサ、ナイス、オッケー。痛い、結構食らう。やめて、もう。よっしゃ、遅いのいらんから。よっしゃ、一匹倒した。ふざけるな。ふいちゃん、ふい。あ、ほんま、強すぎるか。あー、トウヤが死んだ。あれ、カリン、カリン、カリン。あ、無理。あ、無理。ちょっとごめん。それ無理やったわ。リターンパウダー。で、カリンが、うわ、マジで HP ドレインダウンするかな。勇気がメガエアロペインで、それしかないかな。メガドラムロールいくか。よみがえる、よっしゃ、よみがえった、よかった。オッケー、あ、ちょっともうちょい、もうちょいだった。あー、マジか。おいしまい、終わったー、よく終わった。よっしゃ、私まだまだ強くなるからね。強くなってよ。よっしゃ、てめえのしもべとやらは倒したぜ。順調に成長しているよ。何余裕ぶってんだ。次はてめえだぞ、クイーンオブアイス。そうね。確かに次は私、けれど舞台はここでは不相応。フィナーレには殺風景すぎる。夢麗しき我が氷の城にて幕を引きましょう。我が城はここよりさらに北。北？極寒の地にある。あなたは私の大事な共演者。その右腕は舞台の主役。右腕が主役なんかよ。素敵なダンスを踊れるようにしっかり準備をしてきてちょうだい。トウヤ、アツマ、ひとまず賢者様のいおりに戻るぞ。ああ、マジかよ。ってことでね、まあ戻るんですけど、今回ここら辺にしときたいと思います。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。